はい、ヒストリア、今回はですね、お久しぶりのヒストリアでございます。とある会社に来ています。で、そこの、社長さんに一日密着させていただけるということで、社長業というのを間近で見させていただきます。社長がどういうふうに社員の皆さんとコミュニケーションとって、どういうふうに振る舞ってリーダーシップを発揮されているのか、どういう仕事なのかっていうのを見て勉強させていただけたらなと思っています。今日は、こちらのイエール株式会社という、会社にお邪魔させていただいてます。イエール株式会社の久保田社長さんに一日密着させていただけるということで、間近で社長業を勉強させていただきます。ということで、いきなり始まってますけど、でここを極力全部取られるような感じでという意味合いをしました。で、14社アベレージをして、そのアベレージを計算すると大体 0.51 と、東海エリアだったり首都圏の地銀に含まれてますので、結構独自調査の金利なんですけども、それがここに入ってます。一旦九州エリアとか近畿とかっていうエリアでしか提示されていなかったので、これぐらい利益があったと。いうところで、当社が把握しているという方が当然、左右というところの認識としては正しいと思っていますので、こちらを提示するべきなんだろうとは思っているんですけれども、0.51 だと低すぎるのかなというところもあり、高額を狙うための準備というところもありましたので、例えばこの中の高い金利の7社半分です、ね、を平均を取ると大体 0.564 とか。サイコロジカルセーフティーって言ってるんですけど、心理的安全性というのがあって、はい、その心理的安全性が前提にあって、はい、と何でもできて、例えばサッカーとかだと、はい、いつクビになるか分かんないっていう状況でプレーするのと、はい、このチームはきっと見放さないはずだっていうプレーするのと、はい、絶対後者の方が自由、いろんな発想で、チャレンジも含めて、ね、はい、できると思うんですけど、クビになるかもしれないと思うとチャレンジもできないじゃないですか、はい、失敗すると怖いんで、はい、だからみんなそうするとチャレンジしないから、失敗もしないんですけど、はい、ガチガチの会社になっていくっていう、僕らはもう失敗を推奨してるんで。久保田さん、ちなみに、はい、ミーティングしながらこう雑誌とかをこうチェックしてたのは、はい、僕週に30冊ぐらい雑誌や新聞を読むんですよ。そうなんですか。はい、でやっぱりそのインプットの時間がなかなか取れなくて、はい、今日もこういう会議がひたすらわーって続いてるんで、はい、なかなか自分が学ぶ場っていうのはないんで、会議を聞きながら、今日これ東洋経済とか、だとなんだろう、日経ビジネスとか、はい、あとはこれは日金っていう日本の銀行員だけが読む新聞なんですけど、すごくマニアックな、世の中のその朝日新聞とか読売新聞じゃなくて、すごいマニアックな新聞なんですけど、こういうのをひたすら1冊5分をバーッと見て、さっきバーッと見ましょう。あ、そうです。でもそれでも会議のその質問とかに答えてるじゃないですか。あ、そうですね。そこは一応入ってなんか半分の脳みそで聞きながら、こっちでこうインプットして重要なところだけ後でチェックして秘書にコピーしておいてもらって、そこで見て、だからどちらかというと、読んでるというよりもこの中でなんか自分が読むべきものをピックアップしてる時間みたいな感じですね。その中でいいのがあったら抽出するし、いろんなものを読んでます、ね、へえ。いや、そこのインプットの量がすごいですね。しかも会議しながら提案に対して、あ、それすごくいいけど、ここはこうした方がいいんじゃないっていう、その会議のこの流れを止めずに一瞬判断じゃないですか、それって。そこが結構本当一瞬の判断が求められるのかなみたいな。なんか自分だったらそこ、あ、本当にこれで合ってるのかなって思っちゃいそうなところなんですけど。あ、でもサッカーも一瞬じゃないですか。いや、本当にもう一瞬一瞬なんですけど、一瞬での判断すごいですもんね。いや、本当になんかビジネスもサッカーもなんか似てて、その一瞬でなんか判断をグッて止まった瞬間にボール取られたりされるじゃないですか、はい、多分僕ちょっとサッカーそこまで詳しくないからなんですけど、でも仕事も一緒で、一個そこでグッと判断間違えると次の判断も遅れるし、
で例えば僕がちょっといやこれわかんないやって言うと、はい、僕が判断止まったことによってその相談者の仕事も止まるし、その後ろにいる例えば法務部の仕事も一気に止まるんで、はい、だったらもうさっさと間違えてもいいからこの判断だと思ったらやってみて、でもまあサッカーも一緒かもしれないけど、はい、とりあえず判断は早い方が良くて、はい、間違ってたら後で変えればいいだけなんで、あ、じゃあそこは、あ、じゃあやっぱりこうしようっていうふうに変えることもあるんですか？あ、そうですね。だから8割ぐらいは合ってる場合があるんですけど、2割ぐらいは、はい、ごめんこの前言ったのって進めてみたけどやっぱりここでスタックしたというか、まあ、あの迷路だったら行き止まりぶつかったね、はい、じゃあ一旦戻ってあの時の判断もう一回翻してこっちの方がいいんじゃないかっていう話をしたりします。へえ。1日100ジャッジぐらいあるんですね。だからその100ジャッジの一個一個は止まってたら他の99ジャッジに影響が及ぼすんで、なるほど、一個一個はもう本当に一瞬で判断していかないと間に合わない。いや、そこスピード感が今この30分の会議だけもめちゃくちゃ感じて。あ、採用基準はやっぱりこう社内でさっき久保田も言ってましたけど、はい、何をするかで誰とするかっていうところとか、はい、あとはバリューって言って18個の共通の価値観があるんですけど、はい、そこにこうやっぱり共感いただけるであったり、そういう価値観を持っている人っていうところがもう大前提になってくるので、いくらこうめちゃくちゃこう仕事ができる人、はい、まあ、そういう人めちゃくちゃ欲しいけれども、はい、やっぱり私たちの会社に入ってそのカルチャーに合わないってなってしまうと、どうしてもこうお互いにとってハッピーにならないっていう形になってしまうので、そういった時はもう申し訳ないけれどもってお断りをするみたいな形なので、それぐらいもうカルチャー文化っていうところが採用基準になってますね。そういうので面接してると。あ、そうですそうです。だから私たちの会社の面接は結構なんかこう志望動機何なのとか、今まで頑張ってきたこと何なのとか、いわゆる一般的な、まあ、一般的なところってあんま聞かなくて、まあ、頑張ってきたことは何なのってことは聞くんだけど、なんでそれ頑張ったの、なんでやろうと思ったのみたいな、その方のなんか思いを知るみたいないうところですね。中途の方々の面接だと、まあ、そういう思いもそうなんですけれども、やっぱりこう今回ご転職したいっていう理由がやっぱあるじゃないですか。絶対ネガティブな思いでご転職を希望してる人って多いと思って、でこう面接の時ってなんかネガティブなことは言っちゃいけないんじゃないかみたいなのってあると思うんですけど、なんかそこをあえて聞きに行くみたいないうところで、やっぱりこう転職するのであれば私たちの会社で楽しく働いてほしい、幸せになってほしいって思いがあるので、じゃあそのネガティブな、思いは家に来たらどう解消できるのかなだったりっていうところをなんかお話しさせていただいてたりして、僕が家リストになれるかどうかっていうところがかかってると思うので、それ面接の時にいつもやられるんですか？中途入社の方がホームページから、私たちの採用ホームページからエントリーしていただくときは、その質問をすべて答え終わらないとエントリーページにたどり着かないんですよ。100点にならないとエントリーページが表示されないので、こういったあなたはどっちっていうのが9つあるので、ちょっとやってみてください。これはもうご入社できます。エントリーできますか？エントリーできます。ありがとうございます。素晴らしい、いただきました。この質問だけでも、はい、チームワークめちゃくちゃ大事にしてるなっていうのが、ありがとうございます。印象残ったのは床にティッシュが落ちても気にならない。いろいろ話を聞いて、なんかチームワークみたいなところを、はい、この会社で結構大事にされてて、はい、社員さんがこう幸せにこう働けるっていうような流れの中で、社員さんにどうですかこの会社っていう何をされてる？私は広報をしております。ああ、そうなんですね。と申します。はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、お父さん、あ、伊藤です。あ、伊藤さん、伊藤さんは広報、はい、広報をやっております。なんか具体的に言えば SNS とかってことですか？あ、SNS も最近始めましたし、はい、多分結構他の会社の広報さんでやられてる範囲よりちょっともしかしたら広いかなと思っていて、
例えば久保田の取材対応とかって広報の方がよくやったりはしているんですけども、それ以外にも、うちの社、はい、会社で作った資料とかを全てチェックとかをすることをやったりとか、はいはい、あと制作社内法とかを作ったりとか、あのなんかハッピーバースデーみたいなのあるじゃないですか、テレビに。はいはいはい。あの映って。ああ、もうモニターで今月の誕生日の人。そうですそうです。今月の誕生日の人をあそこに載せて、あのみんな社員がこう誕生日おめでとうとかそういう会話が生まれるような施策になってますね。なんか多分そういうのがいろいろ見てると盛り込まれてるなっていう。誕生日のチャットがあるんですね。誕生日を祝うだけのチャットルームが。はい、今日誕生日ですよみたいな。そうですそうです。お誕生日おめでとう。で今日の主役のあなたに質問って、はい、今100万円もらったら何を使うとか、そういうことを考える部署があるんですか？ありますあります。 IC っていう部署が、はいはい、コミュニケーション施策を考えるんですけど、はい、社内法も会社員のコミュニケーションになるように作っていて、あちょうど開いたページがこの社員紹介のページなんですね。そうなんです。第1号なので。あそうなんだ。社長だったりその創業メンバーですね。石垣のホットさん、めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。あめちゃくちゃ可愛いんです。愛され社長なんていうちょっと、はい、みんな久保さん大好きですし。あそうなんだ。ですね、なんかいじってもあいじれるんですね。全然いじってますね。私とか秘書とかそういう久保田さんに近い部署はもうすごいいじりまくってます、ね。最近できたチャットルームでここに集まってる人は、はい、出身かどうかはさておき、はい、あの関東にゆかりのある人たちを集めて、結構でかくないですか、くくり。そうなんです。なのでちょ東京だけは人数があまりに多かったので戦争起きそうですけどね。そうなんです。関東同士のただ神奈川には絶対勝てないって分かってるからいいんですけど、埼玉だったりはちょっと、神奈川には勝てないですか？神奈川には勝てないです。なんでなんですか？横浜があるから。いや横浜があるからですね。そんなことないでしょう。埼玉に大宮あるんだから。大宮に比べたら千葉の方がまだ上だなと思ってます。千葉積みはでもそうですね。そうですね。ちょっとここ人数バランス今あの様子見てます。ああなるほど。意外に千葉が少なかったので、あそうちょっとあんまり、いや埼玉より上だと思ってるとか言えない。そこからなんかその仕事の関係性も生まれたりっていう。あもちろんもちろんそうですね。ちょっとこれやってみたいけどどうだろうみたいなこととかを、はい。相談しやすいですよね。相談しようと思ってなくてもなんか遊んでる延長上にふとあ言ってみちゃったとかもある、ね、ありますよね。それを言ったらあそれうちの部署でできるし、はい、やってるよとかももちろんあるので、うん、すごいいいかなと思います。本当ですか？鳥にいたファン地元が大分でした。決勝じゃないですか？気が気じゃないんですよ。ここで裏は今回だけは言ってほしい。ジョニータって前ナビスコが通った。ああ出ましたね。ナビスコ高松がヘッドで決めたら。そうですよね。温野さんの、はい、肩書き断捨離ポンプ、はいはい、ダンベル推進に、ええ、どういうことをされてるの？はい、まあ、簡単に申し上げると、はいはい、一応、イエルダンドリっていう、まあ、アプリケーションのサービスは、ふわっとご存知かと思うんですけど、はいはいはい、その、まあ、サービスの中身そのものが僕たちの仕事でして、はい、お客様に住宅ローンの提案をしたりとか、はいはい、あとは銀行と直接やり取りしたり、はいはい、不動産事業者と直接やり取りしたりっていう仕事をしてまして、まあ、直接お客様に、はい、チャット上で、まあ、銀行のご提案とか、まあ、イエルダンドリって不動産テックって言いながらも、うん、やっぱり人力で動いてる部分も結構あるので、うんあまあ、そこの人力の部分が、まあ、ダンドリ、推進2部とか、ダンドリ推進1部なんですけど、すごいチームワークを大事にされてるなっていうところで、共感できる部分も結構あって、あそうなんですね。そうです。だからそれが結構違うあの業界から来ても、こう、打ち解けやすいんですかね。おっしゃる通りだと思います。こう僕はしかもパチンコ業界って全く真逆も真逆の業界からだったんですけど、はい、もうそんなにでも本当知識もゼロです。ゼロです。もう全くわからなかった。なんでこの会社をじゃあ選んだ、ったんですか？まあ、理由としては2つあって、はい、まず1つ目が、まあ、より未来がありそうな業界ないかなっていうのを探してたと、結構中でギスギスしたりとか、はいはいはい、すごい働きづらかった。なるほど。僕はどちらかというと協力してチーム持ってやっていきたいっていうタイプなので、はいはい、楽しそうなとこないかなと思って探してたら、たまたまこの本当めっちゃ面白そうな会社あると思って、
飛び込んでたって感じ。飛び込んでたって感じ。あ、そうなんですね、はい、朝会社に行くために起きるのが辛いって結構あると思うんです。今日もなんかあるあるみたいな感じで、会社か、はいはい、ちょっと気分嫌だなみたいなのって多分誰しもあると思うんですよ、はい。で、前職ももちろんありまして、はい、この会社はそれがマジでなくて、なんか、なんて言うんでしょう、イメージとしては小学校の時学校行くのって多分そんなに行くじゃなかったと思って、はいはいはい、友達に会いにこう行くみたいな感覚で行けるっていうだったと思うんですけど、本当にそんな感覚で、なんかこうみんなのバイタリティは高いなって思います。改めて何をやるかより誰とやるかを大切にしているんだなと感じました。はい、では、家らしさの次に28期生らしさというものを考えました。はい、その紹介ですね、私たちの自己紹介になります。まず私がマーサーというあだ名になりまして、すみません、ちょっと変わったあだ名兵庫県出身で大学で上京してきました。で、趣味はフットサル、ボードゲーム、脱出ゲームで、他人数で行うゲームが好きです。イエールでもこれ、会を開いて、部活を開いております、はい。私たちは、イエリストが共有できる時間と場所が必要であると考えました。突然ですが、同じ時間を共有すると考えて、短い時間を繰り返し行う交流と、長い時間を1回行う交流では、どちらの方が親近感を感じるようになるか、ご存知でしょうか。営業部の方とか知ってるとは思うんですけど、短い時間を繰り返し行う交流の方が親近感を感じるようになるんです。これを単純接触効果と言います。で、時間と場所についてまとめると、時間、短い間隔で頻繁に接触できる機会が必要、場所、他部署の人たちが気軽に集まれる場所が必要、状況を満たすもの、それは何か、例えばパンをきっかけに、ある先輩イエリストたちとランチに行くことができたり、あとは日報とかでもパンの話題で盛り上がったりしました。では、その美味しいパンをどうやって用意するのかです。で、その名はパン 4U。はい、こちらは、最大8種類のパンが毎月届き、専用の冷凍庫に入れておくだけです。食べたい時にレンジで40秒温めれば焼きたてのパンを味わえるので、食べたい人は1個100円か100円で美味しいパンを食べることができます。そうですね、お疲れ様でしたっていうところで、率直な感想なんですけど、中間から見違えるほど良くなりました。めちゃくちゃ良くなりましたね。まずチームのなんかチームビルディングすごいいいなって中間の時思ったんですよね。だからみんな素直だし、優しく他者をなんか認めるチームだなっていうのはすごくいいチームだなと思っていて、で、それが中間で結構僕は多分酷評したと思うんですけど、で、僕はリスクだったなって思ってるところをやっぱり全部素直に受け入れて変えてくれて、多分相当大変だったと思うんですけど、いや、ここまで構成も含めて修正してきたのは本当見事だなって僕は思いました。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。本当はここでいいフィードバックがしたいなと思ってるんですけど、今日はですね、鈴木さんにフィードバックしてもらって。超適当でいいんで、見て思ったことを言ってあげてください。でもまあ全然言って何も準備してない。僕でもその何ですかね、まずこの仕組みが素晴らしいなと思いましたね。まずさっきも泣かれてたと思うんですけど、そのぐらい多分すごいみんなで相談して頑張って決めてこの発表に臨んでるっていうその覚悟とかもすごい伝わったし、なんかそれをやることによってこの同期の中での交流とか絆も生まれて、で、多分中間報告の時に直しとかが入って、で、今こうやって褒めてもらうっていうその上司の方との絆っていうのもこういうので生まれて、その会社としてこういうのやるっていうかチームワークをすごく生み出すきっかけとしてはすごいなんかいい仕組みだなと思って見させてもらいました。で、ウィットに富んだ
あの笑える、そしてなんかそのかいろんな人に話を、あの先ほどもインタビューさせてもらったんですけど、あの本当にみんなが楽しく働いてて、いろんな交流があって、その中であの会社として成長していくみたいなところを、まあ、踏まえて、すごくなんか28期生の皆さんもこの会社に合った人たちが揃ってるんだなっていうので、あの素晴らしいなと思って見させてもらいました。あのこれからも頑張ってほしいなというふうに思ってます。はい、素晴らしかったです。ありがとうございます。すいません、めっちゃ無理。めっちゃフィードバックもないですよ。めっちゃフィードバックもないですよ。こちらのハフになっちゃいました。キャプテンですから。持ち上がりました。モチベーションが上がるようなフィードバックしかったです。この後がすげえやりづらい。確かに。パンまで俺も満点だった。ただ今日は満点だけど、120点目指すためにはファンの細部までこだわると超面白いんだろうなと思うけど、そうは言ってもそういう作り構成をやってる会社があるかどうかも知らないし、そういうファンがそもそもあるかもしれないし、でさっき言ったあの賞味期限の問題もあるから、そういうファンを買ったとて2日しか持たなかったら別の問題がね出てきちゃうので、それができるかどうかわかんないけど、ファンまでこだわるとより面白そうなんだなって聞いてて思いました。はい、チーズ。もう一回いきます。はい、今度こっちのカメラ、はい、初めて、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、本当にこの会社の一体感、チームでもやりたいなって思うぐらい、ああいうのってやっぱ必要で、なんか去年僕移籍してきて1年でチームに馴染むまでの時間って結構コロナもあってかかるけど、こういう取り組みとかがあったらやっぱ一つにまとまりやすいなみたいなところも含めて見てました。すごいいい取り組みだし、なんか心が温まったミーティングでした。いや、今日はありがとうございました。はい、こちらありがとうございました。本当こんなに密着させていただけるとはもう本当びっくりで、それもさっきあのみんなで話してたんですけど、久保田さんの器の大きさというか、ありがとうございます。もう本当にあの、あ、もう絶対邪魔だろうなって思うぐらいの距離感。はい、全然全然。気が散らなかったですか？全然大丈夫です。はい、いつも通り。逆になんか生の声を届けられたかなとは思ってます。いや、本当なんか勉強になること。ありのままのイエールを見せてきたかなと。あの涙とかも結構、まあ日常茶飯事ってこと言い過ぎですけど、はい、やっぱり月に一人ぐらいはいい涙で泣いてる人はいますね。はい、なんかもう本当社員さんいろんな人に聞いても、うん、みんな本当にこの会社の良さっていうのを伝えてくれて、はい、チームワークの大事さとか、なんかこう楽しく働くことって、うん、でもそこにはやっぱ厳しさもあって、でその厳しさにも愛があるから全然受け入れるみたいなことをやっぱりおっしゃってて、うん、すごくそのなんかトライできる環境みたいなのはすごく感じましたし、そうなんか僕が今一緒に取り組んでるトレーナーさんがあのよく言ってることなんですけど、あのそれも言われた時に僕もあのプレーしてて本当に共感したのが、そのサッカー、まあ、スポーツ全般に言えることだと思うんですけど、余裕があるものがもう勝つっていうような、確かに、でこれは本当に共感できて、僕そのやっぱ出始めの時、試合に出始めの時とか、やっぱ長売れてない時ってそのなんか自分のプレーに精一杯で、失敗したらどうしようとか、そういうことを考えて余裕がない状態なんですけど、なんかあの一度こうまあ、開き直れるようになってからはそのミスしても大丈夫だから、まあいいわ、そのまま取り返せるし、それでいいやって思ってからは視点も高くなるんですよね。肩に力入ってる状態だと結局前傾になっちゃって、視野も狭くてボールしか見てない状態、そういう余裕が出始めてからこうだん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 こう肩が開いてきて、こういう視点で見れるようになって、実際にいつでも動けるような状態ってやろうとすればやるほどこういうふうに構えちゃうんですけど、この力のみたいなこのフラットな状態が一番動きやすかったりするんです。へえ。これがそのいいプレーにつながったりゴールにつながったり、はい、力を必要とするところに力なんていらないっていうようなことをあの聞いた時にもう本当にそうだなと思って、余裕がある人が勝つみたいなのは、確かにプレーでも、はい、だってトラップがちょっと大きい人と小さい人だと、はい、トラップが小さい人の方に余裕が出たりするじゃないですか、はい、そういうなんかプレー的なスキル的な余裕の話ではなくて、はい、もっとメンタリティのですね、大前提として完全にメンタリティの余裕があればトラップも決まるし、ああそういうことね、はい、で体に力入ってないから相手に出しどころもあの予測されないしみたいな、はいはいはい、
なんかそれがこういい循環にいってるんですよ。だからそのなんだろうな、僕が思ってたのは、例えば日本を代表する選手だとか海外でトップの選手っているじゃないですか、うん、そこに行ってるから余裕があるんだろうなこの選手たちはって思ってたんですよ。もうその一個突き抜けちゃったら、はいはいはい、もう自信が芽生えるじゃないですか、はい、だから彼らは余裕でプレーしてるんだろうなと思ってたんですよ、はい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 、僕は、はいはい、でもやっぱ逆で、うん、その余裕があるからそこのトップまで行けるっていう、そもそも余裕がなかったら、自分に自信があって余裕があるから力抜いてプレーしてゴールも生まれる、で評価されてトップまで行ける、でまた余裕が出るっていう、そのなんかいい循環に入っていくと、なんか勝ちの部分みたいなのがやっぱ あるのかなって、スポーツの世界でなんか思って、でもなんか今日会社をこう一日密着させてもらった時に、こう失敗してもあの大丈夫っていうメンタリティーの中でみんながこう仕事をしてるっていう、そのインタビューさせてもらった中でもそういう印象を受けたんで、結構そういう、まあ、言い方が合ってるか分かんないですけど、その余裕っていうか、うん、余裕を持って仕事をするみたいなのが結構大事なのかなと思って。確かに余裕って多分性格じゃないと思ってて、余裕がある性格とない性格ではなく、はい、何かがあるから余裕がある、はい、その何かの部分何ですかね。これなんか僕個人的にですけど、思うのはやっぱ根拠のない自信みたいなところが共通して結構アスリート持ってる選手がよくいて、なんかこれがどこから生まれるのかっていうのは、もしかしたらその育ちの部分での成功体験みたいな、その叶わない相手に勝てるようになっていったっていう成功体験をちっちゃい頃からこう積み重ねていくことによって得た自分は大丈夫だっていう自信から余裕が生まれるっていうのも、まあ一つあるかなっていうのもあるし、まあ、そこに多分至るまで圧倒的な努力とか、うん、そういうのは絶対してるだろうな、もちろんその才能とあると思うんですよ、うん、その技術的なところは、でもそこに行くまでに見えないところでした圧倒的な努力みたいなのが絶対、確かにね、結構ミスした試合でも点が取れたりとか、うん、自分がミスした試合でも試合に勝ったりとかっていうのが結構そこが比例してなくて、確かに、だったらもう大丈夫かっていう、その開き直れる成功体験みたいなのもあるのかな、努力をしたけど、はい、その努力と連動しなかった結果があって、はいはいはい、あ、意外と連動もしないなっていう開き直りみたいなんですよね、はいはいはい、そういうのすごいあると思います、はいはい、努力かける体験が自信を生むってことなんですかね、はい、なんかそういういろんな競技のトップアスリートにこういう形でそのちっちゃい頃の子供の子どうでしたかとか、そういうのいろいろ聞いたんですけど、やっぱうまく説明できないけど、根拠のない自信はちっちゃい頃からあったっていうアスリートがほとんどでした、でこれは何なんだろうって僕は思ってて、はいはいはい、で僕もあるんですよ根拠のない自信っていうのはちっちゃい頃から、でもなんかその大舞台でやっぱりなんだかんだ結果残してきたなっていう、なんかなんとなくの成功体験っていうのは、だから僕の場合で言うと、その都市部で生まれて一つ上にお兄ちゃんがいて、家でもサッカーでもまあ何でも絶対叶わないところから、気づいたら同世代の中では自分がこう高めに登っていったみたいなところの成功体験があって、そういうのが一つそうなのかなとか、ちょっとなんかセンシティブな質問ですけど、親って好きですか？親大好きです。僕、はい、結論そこだと思ってて、はい、根拠のない自信を持ってる人の、はい、ほとんどが親から愛されてる人なんじゃないかなと思うんですよね。でもう少し具体的に言うと、若い小さい頃に親から抱きしめられてる人が根拠のない自信が持たれやすい、で、まあ、長男長女が根拠のない自信を持ってる人が多いんですけど、はいはいはい、で次男次女とかの方が比較的コンプレックスを持ってる人が多いのはなぜかというと、やっぱりあと一人っ子ですね、はい、一人っ子はそういうのがあるんですけど、長男って一人っ子の経験が2年間ぐらいあって、はい、一人っ子はずっとあるので、はい、そういう時ってすごい親から愛されるんですよね、はい、その経験が長ければ長いほど自分は愛されてる、だからこの地球から必要とされている、はい、でその必要とされているっていう気持ちが自信に変わったりとか、あ、なるほど、逆にその自分は誰からも愛されていないと思えば思うと、はい、自分ってこの地球に存在する意味がないんだなって思うと自信がどんどんなくなっていくっていうのがすごくいろんな人を見てて感じますね。あ、そうなんですね、はい、しかもそれが抱きしめられる回数と意外と連動してるっていうか比例してるっていう、でも子供いるんですけど、はい、わざとすごく抱きしめるんですよね、子供が転んだ時とか、はい、まず自分が満たされて、でその器から愛がこぼれて、そのこぼれた分を人にあげるようになってっていう感じの順番なんで、多分愛がいっぱい溢れてて、溢れたものはやっぱり人にあげたくなるんで、
そう一旦自分がね満たされないと上げづらいですよね。それで言うと久保田さん愛あふれ方多分やばいと思うんですけど、まあ、起業されたきっかけもそうなんですけど小学校の時の卒業文集みたいなところに夢に社長になるって書いてあったんで、でも元々母親も父親も社長なんですよね、はい、まあすごい愛にあふれた社長だったんです、はい、あの親だったんですけど、はい、それであの社長が何かよくわかんないけど社長というものが一つ目標になってたっていうのは大事に伝わります、はい、なんか刷り込みじゃないですけど、はい、小さい頃からで、まあ、20代で社長になりたかったんですが、はい、まあ、その会社が面白すぎて目標を一気に変えて20代で最年少の役員になるで20代最年少になれたんですよね。29歳11ヶ月、はい、あと1ヶ月で誕生日だったんですけど、ギリギリなれたんですけど、まあ、それで一つの自分の目標を達成したんで、はい、じゃあ次の世界って思った時にたまたまあの運よく会社が、はい、あの買収に遭いまして、はい、それで株主とかが変わったのをきっかけに、まあ、ちょっと冷静になって自分がやりたくないかなということで起業やったりしようと。でその時に一番の大きな理由はコンパスに書いてるんですけど、はい、丹縄慶三さんという人に出会ったことなんですね、はい、でそこで出会って起業したいんですって言ったら、はい、ビジネスモデル普通は何のビジネスやるのみたいなところを始めるんですけど、はい、ビジネスモデル何も決まってないのに3000万出すよって言って、はい、もう普通に出せる金額じゃないんですよね、はい、ただ僕はその人と毎週いや毎月かな、はい、ランチをしてただけですごい好きだったんでお話聞かせてランチしてて1年後ぐらいに起業したいんですよねってポロッと言ったらその言葉を待ってたよって言われて、それを言ってもらいたくてずっとランチ誘ってたんだよねって向こうに言われて、でそれで僕のなんだろう人柄だけで3000万投資してくれたんですよね、はい、ただ面白いのがそこで条件があるって言われて、信頼できる仲間を2人連れてきますよ、はい、って言われて3人で起業したんですけど、はい、その丹那さんとの出会いでその、たまたま集められた集めたまたまっていうかまあ必然だと思うんですけど、はい、集められた2人この出会い人との出会いが全てのやっぱり発信なんで、僕は何事もやっぱり自分では決断できないダサい男なので、はい、まあ、2人がいたから決断できたし、丹那さんが背中をしてくれたから決断できたし、常に僕はなんか周りに人の応援がありますので、今日会社こうやってあの密着させてもらって僕また思ったのが、あの僕の勝手なイメージではその会社ってやりたいこう事業があって、うん、でその事業に熱意を持ってやりたいっていう仲間が集まって、でそのメンバーと一緒にいい会社を作り上げていくっていうようなイメージだったんですよ、うん、はいはい、僕の個人では。でもどういうチームになりたいかっていう軸があって、その中に事業があるみたいな、そういう順番なんだっていうのは僕びっくりして、さすがの理解力ですね。もう完璧ですよすごい。いや、その久保田さんも何をやるかじゃないっておっしゃってた意味って多分そこにあるのかなと思ってて、そのもちろんその自分たちがやりたいこととか得意なこととかっていうのは絶対あると思うんですけど、うん、でもそこの事業をやりたいで、それで仲間集めていい会社作っていこうぜっていうのじゃなくて、そのいい会社を作る、うん、いい組織を作るっていうのの次にやっぱ 何をするかっていうのが多分 あって、なんかそういうのが僕はすごく勉強になったんですけど、うん、その考え方っていうのは昔からですね、本当はみんなそう思ってるんじゃないかなと勝手に信じてます。なぜかっていうと小学校とか中学生の時って、はい、なんか何をやるでそんなに集まってなくて、はい、とりあえず小学校の中の友達と、はい、その日はドッジボール、はい、次の日はサッカー、正直やることは何でもよくて、なんか楽しんでたっていう思い出もあるし、はい、例えば高校生の時にみんなで卒業旅行行こうって言った時に最初に決まるのって目的地じゃない、はい、アジアに行きたい人集まってじゃなくて、はい、好きな友達と集まってから旅行行きたくないって、はい、そっちが後で決まるじゃないですか、はい、だから結局先に人が絶対集まったんですよね、はい、人間の本能とか本質ってやっぱりそっちなのに、はい、大人になってだんだんとしがらみとかノイズが増えて、はい、まあ、家族とかね守らなきゃいけないものとか、はい、ステータスとか、はい、まあ、そういうふうに大人になるに従ってみんなが、まあ、我慢してるというか、はい、まあ、または無意識のうちに揺れてるだけで、はい、本当はこう誰もがこっちなんじゃないかなと信じてます、はい、だから僕の1個しかない命何に使うんだろうと思った時に、利益だけ出す会社を経営するってなんか自分の人生多分家で本当に多分永遠に捧げることになると思うんで、はい、なんか命を使うほどでもないなっていう、みんなもやっている利益だけを出す会社を作るって、はい、なんか自分じゃなくてもいいなって思ったんで、その久保田光弘という人間が地球に
ボールを降りた状態と、はい、久保田光弘が地球にいなかった状態が仮にあったと2つを比べた時に、はい、差があったらいいなと思って、はい、その差分をいかに大きく作り出すのかが自分の生きた証みたいな、と思うと、さっきみたいに利益も出すし、はい、社員もハッピーみたいなのって、はい、ほとんどの人が作れてないんで、これだったら人生をかけるなんか意義があるなみたいなのをあるので、やっぱ人生1回しかないっていうのはすごく意識してますね。やっぱこのチームの存在ありきでやっていくんだっていう、その指針がこれぶれないようにするために、はい、なんかやってることとかってあるのかな。いやそうですね、でもやってることというよりもやっぱり僕が一番大事にしてるのは、はい、社員の笑顔を見ることで、うん、はい、社員の笑顔を見ると、いやこの笑顔を守るためにやってるので、ちょっとなんだろうな、この笑顔をなくすという判断はできないなって思うんですよね、はい、だからこそなんか多分僕が会社から離れて、はい、リモートになって、はい、社員の笑顔を見る機会が減れば減るほど、はい、判断をどんどん意図的にドライにできると思っているんですが、そうしないでちゃんと出社してるのは、はい、なんか多分定点観測で、はい、間々でいい社員の笑顔とか、はい、今日の涙とかを見て、はい、やっぱりこの会社作ってよかったなって再確認して触れないようにするっていうのがあるんで、社員の笑顔とか涙だと思います、はい、例えばじゃあセカンドキャリアってなった時に、はい、まあじゃあ指導者に行く人が半分ぐらいいます、はい、でもプロの指導者になるっていうのも枠が結構決まってて、みんながみんななれるわけじゃないので、うん、フロントに入っていったりとか、あとまあ違う業種で勝負していくとか、まあ、それこそ経営者になる人も最近はいるんですけど、うん、そうなってった時にアスリートの違う道でやっていくためにみたいなところってどう思いますかね。まあ、でもその再現性がある、まあ、汎用性があるのは僕はすごいその通りだと思っています。ただまあそのすごいサッカー選手がみんなそうとは限らないのは、多分サッカーというものを表面的に見ると、はい、プレーしか僕らは見えないので、はい、そのプレーが上手い下手に見えちゃうかもしれないですけど、はい、そのプレーが上手いものを構成する要素が人によって違うんだと思っていて、はい、例えば小さい頃からいろんな指導者に応援をされる、はい、できて今に至った、それのアウトプットであるロングシュートなのか、はいはい、一人でグラウンドでひたすらロングシュートを打ち続けた数によって生まれたこのロングシュートなのかは全然違くて、後者は再現性がないんですけど、はい、まあ、努力という意味ではあるかもしれないですけど、はい、前者はそういう人に出会えるという能力を持ったロングシュートということであれば、はい、その人は外に出てもそういう師匠に出会えると思うので、なるほど、はい、だからそれをどんなサッカー選手でも、まあ、手前にあるどちらかというと本当にサッカースキルというよりもヒューマンスキルみたいなもので、はい、ヒューマンスキルは何をやっても絶対汎用性があるので、はいはい、そっちから来ているプロサッカー選手なのかどうかっていうのはすごく重要だなと思います、はいはい、結局自分の今の成功を見ると、はい、いつも誰かが導いてくれてるなって思うんで、この導かれスキルを例えば持ってたとしたら、はい、僕はこの会社の経営者じゃなくても成功する気もするし、それはなぜかというとヒューマンスキル側を鍛えるように今まで頑張ってきた、その導かれ力だったりコミュニケーション能力だったり、はい、さっきの人の、感情を、はい、知る力とか、はい、人の話に耳を傾ける傾聴力とか、はい、そういうコアとなるヒューマンスキルを鍛えれば当然汎用性は高くなるし、結局今の話って諸先輩方から見た日本のサッカー選手で成功している事例があるにもかかわらず、はい、それに耳を傾けられるかどうかっていうところが多分重要なんだろうなっていうのを聞いてます。もうなんかちょっと逆に聞きたいのが、はい、最後なんか一言で、はい、そのキャプテンですよね今、はい、としてなんかどんなチームにしたいとかあるんですか。僕は一体感のチームにしたいと、まあやっぱ本当どれだけ、まあ、戦術が進化しようが、一つにまとまったチームの強さっていうのは絶対あると思ってて、サッカー選手やってると絶対にメンバーが入れ替わってスタッフが入れ替わってってやる中で、一年一年本当にチームとしての形が変わるんですね。でその時にその状況に適応してどれだけ一体感を持たすかっていう、一体感を持つっていうのがまとまり方って複数あるとやっぱ思ってて、じゃあその結果でめちゃくちゃまとまれるところもあれば、監督がすごい戦術を持ってそこに対してのリスペクトでまとまれる時もある、もうさまざまです、それのやっぱ一年一年のこうバランスを見極めて、このチームでこのメンバーでどうやったら一体感生まれるんだろうなっていうのを
一番大切にはしてて、でそこのバランスを取れるリーダーシップっていうのを見つけるのがやっぱり理想だなっていう。いやもう本当勉強になりっぱなしでした。いやありがとうございます。だからあのチームとしても、はい、あの一個人のそのリーダーシップとしても愛情っていうテーマですね。本当にいろんな角度からこんなになんか充実した一日になると。いやありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。本当一日本当に感謝します。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。いやめちゃくちゃ楽しかったです。本当に。最初緊張しましたけど。そうですね。それからうわマジ楽しいな。皆さんがお邪魔しました。はい。いや本当に一日見てもらえるのがなんか嬉しくて、僕なりに今日選んだのはなんかいろんな会議を並んでる日だなと。最初に感動があるとか仕事とか、はい、社外のそれでなんかストーリーがあったら面白いから、それ見ていたら、いや最高です。嬉しいですよ。参加することになると思う。じゃあフィードバックまで。そう。そうそう。時間差。